Chapter 3. Here we go. A Gilded Cage. Son Tembori! Damn, he's more forceful. I mean, it still looks kind of like someone's body when you back play the other because it gives temporary flap. Am I about to become a pimp again? I mean, I can do that. I made some serious bank in Yakuza too. You know, I'm not gonna lie. I mean, I made like millions of yen, should I say. This gives me more of a jazzy feeling than what it did before. Again, I guess this is back in the, like, what, 70s, 80s? So it makes sense, I guess. Go. Do it. Yeah! Congratulations, man. So you just got drunk. You know, I wish I had a pair of those. You know, I could easily make money just like doing that. Look at that. That's probably like, what, 10? 5,000 yen? That's still like $5,000 to $10,000. That's crazy. そう天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんて。もう先生何で言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。オムニアライアン町元のヤクザの巣窟みたいなもんだろう。ましてやこの手の店なんてもう あそこの席あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心。折り紙付きです。 You know, I'm gonna predict it's gonna have something to do with possibly, you know, Machima? あれは確かにやさんやけどこの店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにしてさあさあまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあでもねこんばんは。失礼します。失礼します。いやこんばんは。どうです。女の子も粒揃いですやろ。Yeah, I prefer the one in the pink suit. 東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。ほう、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン行っときましょうか。シャンパン。おいおい大丈夫か。
10万だぞ。大丈夫大丈夫。レッツハゲタンズね。先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。ええ。せやね。東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前。お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。Oh, they're all getting shit-faced, aren't they? にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。社員くらいでそんなに変わるもんかね。A good leader is a good leader. それな、引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分のやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。 Maybe。 ちょっともうええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。Dude, stop her! お客は大概にせんと。No, me, you fucking perv. Kick his ass, man. 大概にせんかったら何やってんのこれ。 Great, he's killed the mood. こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。Get out! Damn, you panic so quickly, man. この店で暴れるやなんて。Don't worry, what? まあ大丈夫。すぐ収まりますよ。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ。彼が。Who's he? They keep referring to the manager. I can already tell for them boots. I know. He did wear a ponytail before. Actually, I like the ponytail just as much. You know, the old hairdo was kind of, you know, rough, but this one looks stylish, honestly speaking. Why did they ever switch the hairdo? But yeah, they can see them snake boots. Oh, there's that signature eye patch. Yeah, they're much younger looking, but still. お客様、ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。
お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。 That face is yours is ugly though. お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんと飲み。The disrespect, man. Come on, Majima, you know what we gotta do, man. どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎。I mean... やめとけよ。Oh?Okay. Are we gonna get to the ass kicking? お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ。いっちょ景気のやれや。 All right, ass kicking time. No. そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。Huh?何しろお客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすかい。なめおってさあショータイムや。 Hey、 Alright, so first law of management, customer king, even if a punch or kick first row is out of the question, for now, watch out. If the customer make a move and evade their attacks using A. Oh, wait, really? Well, okay, I mean, really? Am I just gonna do anything? This guy deserves to get his ass whooped. Second law.後ろでございます。Wait, wait, wait, wait. I wanted to see the stuff, man. Get rid of that thing, man. Get rid of the tip bar. Can I get rid of the tip bar? You're kind of blocking the cutscene. おしぼりはいかがですか? Looks insane, too. I mean, it still looks like Majima, but still, like, not...Where's it? Where's it? Where's it? なんなんやお前は。あくさ。Yeah, he's gonna go for the ice pick. この。あ、危ない。なめんなよ。You got judo moves, eh? 危険ですので、こちらはお預かりいたします。ございますよ支配人。なぜこの野郎。警察に突き出してやる。さばいてろ。君。Suck it. I mean, he's a prick. Yeah. こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。Oh yeah, guy's a prick. ですが。どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。Compassion? なんだそんな。My exact, you know, reaction. こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしては、あまりに酷ではないでしょうか。I'm sorry. Is this the same Majima? そこで、
お客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。ああ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。 Sure I mean I kind of see what you did there, Majima. ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。Okay, he's still capable of looking at Majima, but あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人マジマ五郎、蒼天堀の夜の帝王ちゅうやつですわ。You see what he did over there? He's extorting money from that guy. He's still kind of Majima, but for some reason he's not going all crazy or batshit crazy like he would be. You know, when you go out running after Kiru, you know, you're spying out Kiru-chan every now and then. So, you know, I guess this is how he was before? To an extent? So I guess at one point in his life he became crazy? Or not becoming crazy. He became obsessed with Kiru and the Yakuza kind of shit. I mean, he's still Majima to an extent, I guess. But he's not as flamboyant. Are we gonna espouse some expedition here? Okay. Why throw your sugar? Dude, that's how you cause fires. Put them out. Jeez. Shihaini, 先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか？はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか。あいつら怪我は？いえ、突き飛ばされた斧のやつもこれといって。マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。父もまるで何もなしじゃ、モチベーションガタ落ちや。うん、はい。Not wrong, それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ、一応見張っときや。名刺は押さえちゃるが、とんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。
スタッフは最近どんな塩梅や。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった、俺からも話しとく。すみません、お手数ですがお願いします。失礼します。I mean, Sue has that look in his eye. Do you see that eye? What's the eye thing? Gigantovitis? Looks like he has gigantovitis. I think something like that. Fine, address me. Sorry. I was just looking at his eye, man. Look red all around, man. Looks like he doesn't sleep well, but it looks like I'm in the break room. Oh, this is very disorienting. But I know. But how did you enjoy that first cosmic? I enjoyed it. I mean, I was hoping to see Majima in a more, you know, Majima kind of way, but you know, this is, he's much more docile for some reason. But like I said, it might be just because he's just before he became Yakuza or something. He did say he was a cabaret club owner, but he didn't like that life. So maybe he will get introduced to the Yakuza life later. This is just him currently as that. But either way, hello again. I know this introduction is a little late. Well, that's because, you know, the game started pretty much late. But yeah, I mean, far so good. If you want to recap the last episode, it's been a while, like since I last seen it, but I believe Yakiru joined up with the Tabashi real estate agency, so you know, Tapichi, I'm sorry if I'm butchering the name there, I don't speak Japanese, but yeah, he joined up with the agency. So this is chapter 3 now, so now we're Majima apparently. So yeah, I know we could play as Majiba. I was, you know, rumored, or at least it was told that we can play as Majiba in the Yakuza Zero. Oi! Mada tanonda no konai no ka yo? Are desu. Dou shimashita? Nan de mo arahen. お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。This guy's already a prick. I can already see that. さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。God, he has a smug ass face. Can I beat the shit out of this guy? I mean, I wanted to beat the shit out of the other guy too, but you know, I wasn't allowed to do that either. 繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。So who's this guy? Hmm.
聞いたよ。さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎。蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ。なかなか気が利いてるな。Yeah, it's just a form of extortion. やっぱりお前、仇が向いてるって。自分でそうは思わねえの。アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。Punishment. 楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるの。 Your owner? オーナー。 Wait. 何度目だろうなそのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺にはわからないよ。That was Sakwa's ever trainer of the Faith and Alliance Chairman. Patriarch? あんたにわかっても必要ない。今月の売り上げや。この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口利いてやるよ。What?おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。Do it, do it, do it! そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろ。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。Yeah, I really want to kick this guy's ass. I was leaning in too myself, like, come on. 5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやったるわ。ほう、何でも。ああ、そうや。それが殺しでも。A hit. どうした、極道に戻れるとしたらお前は人殺せるの。冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ
明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ、のりこここのナンバーワンなんだろ。おあつらえ向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるからこっちの方がよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。Prick. Man, that Kuzo guy's a prick. This guy's a prick. They're just pricks everywhere in the Yakuza, aren't they? Huh? 失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケとるホステス言うたら、誰や。よそですか。よその子でしたら、そうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ。のぞみをうちに引き抜く。ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。 Alright thenI'm sorry if you guys are not being properly entertained with all the story and dialogue. I'm fairly entertained. I'm interested in the story and whatnot. But it goes to show you that, yeah, technically, yeah, this is a punishment. Majima got kicked out of the family. And he's being held, I guess, hostage by doing this. That's some good stuff. That's some good story. Ah, see, so we pay a little more visit. Yeah, looks like I'm free to explore. Yay!I don't even know how long it's been. I'm guessing like maybe 20, 25 minutes. I'm gonna see what I can keep on doing now. I'll play a little story, get grind a bit, then I'll see what the next story. If it starts striking along, you know, whatever. Oops. Great. What now? Hello there. I'm just pausing the video here just to let you know that, yeah, what's about to happen is a tutorial section, you know, where they teach me how to fight as Majima. But I already know how to fight, so it's boring.So I'm just leaving myself, inserting myself here just to let you know that I'm just skipping this part. That you're not missing out on anything important. I mean, it is not important. Just trust me. All right, then. See you in the next part. The hell? Who's that guy? Hey, buddy. Oh, it's a Mr. Shakedown kind of guy.Hey, who are you? I mean, you're clearly a Mr. Shakedown, but what kind? Hey, you with the eye patch, huh? Give me your money. What? You trying to take me down? Guess it's getting too I'm getting too famous around here for my own good. You're famous? Can I get your autograph? Write my name on it too. It's Nayua Kawashi. So you came here to brag to folks back home. You met someone famous. Never heard of you. So don't laugh at me. I don't know who I am either. My crew is 25,000 strong.So you better show me some respect. Cool story, bro. If it were true, your little gang would be rival the Tojo clan in size. I ain't buying it. I'm not lying. I got a real reputation back home. All right. I'm a lone wolf. That's all. Oh, I skipped the dialogue. A lone wolf with 25,000 friends to comfort you when you get a little lonely. What's with these questions? I'm just here in town to have some fun, but I need cash for that, you know? What? Y'all didn't bring any money? Why do you need when there's plenty of it here?So you're just a kid here from the sticks who came to the city for a good time and beating up folks for play money. You picked the wrong city slicker, though. You little Sontabori Grand Circle tour is over. Here we go. Come on, shake down, guy.
Is he same move? Okay, yeah, he does have the same move. Watch out for him. Oh, watch it. I need some weapons here. Here we go, weapon. There we go. Beat him up with it. Oh, whoa, 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 easy. Get up, get up, get up. Oh, fuck. I'm hurt here. Come on. Hoya, 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 oh yeah. Oh great, now he's powered up. Let me. No wait! Oh shit! Need some hash. A significant health boost. I mean, if I get hit one more time, I'm down, so. Batter up. Still not down? There we go. Ah, easy peasy lemon squeezy. I know, right? I didn't expect you. Yeah, we get it. You want my money. It'll be back soon. Sure, too bad for you. Yeah, he's a dumbass, but strong. Gotta keep him on my toes. Woo-wee, look at me, I'm rich now. Look at that, 11 million. I mean, I also got like a ruby plate, the golden plate, a platinum plate, and a diamond plate, you know. So, you know, I might as well get cashes in and, you know, make some big money. So, yeah. You know, I've been helping around with people. Okay, what was I saying? You know, I was grinding a little bit offline, you know. Honestly, this is a place. Ready to make the magic happen, Majima? Yeah, that's why not. I might get into a fight. Who knows? Let's get to work. Can't just change in, just charge in and blow my cover. Glasses? いらっしゃいませ。 お一人様ですか？ ああ。 すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？ かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、
そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。Full up, but he's still not turning customers away. Nice, still. I sorry, better get in quicker if I don't put in a request for no so me. So I'm just chilling at the entrance, I guess. 大変お待たせいたしました。一名様、ご案内いたします。こちらへどうぞ。Wonder where Nosumi is at. Better scope things out first. Look around the club and Terry appreciate to observe things of interest. Oh shit! Fucking sensitivity is high as fuck. Oh. Hostess feel oddly old fashioned. Like their clothes are screaming, let's relive the college years. Maybe it's a classic look, or I say it's straight updated. Guys of their own age probably don't get anything from it. I bet it makes the old guys feel right at home. The fact that all the girls look got the same look means it's probably club policy, not their personal taste. Okay, oh, the stuff's pretty looking solid here. A pair of 50 something old guys, designer suits, watch it. Looks those guys are 50 years old. I say at least 30 to 40. Really, 50? Damn, I gotta be in finance, maybe real estate. Doesn't look like the ones trying to impress the other. They're got a bottle in hand on keep, must be regulars. Judging from how hard they're talking to those guys are in pretty deep. Big fish like them are what keep the place running for years. Okay. Nope. The table's wide open, though this place was booked solid. Could be that they keep a queue at the entrance, even when there's space, to make it seem like demand's high. Probably. The fuck? The fuck is that? What the fuck? What the absolute shit? What the fuck? What? Wasn't I there a few seconds ago? Why is this guy just... What the fuck is he doing? I know! What is he doing? He's dancing like Majima would, you know, back in the first game, but he's doing it in his underwear at practically the entrance or exit of a club. He's just don't get me closer, man. I don't even zoom in, dude. It's just like a lust machine. It's honestly powerful with this crowd, even if there's a crowd for whatever that is. Oh my god, why is he's just boogieing down? Yeah, dear Lord, get me out of here. The table's hopping. Oh, dear Lord, what the fuck was that? Why? I know Yakuza's always had these weird things. Hi there, I'm sorry. Hey, hello, the Takato. Figures they wouldn't waste Nosumi on a first timer still. I could probably pump some good intel out of this girl. Oh! Kura erai beppin-san ga kita na! Oh, Kimi! Nomimono nani nomaharimasu? Ona, toriaizu champagne tanomu wa. Champagne. Hai. Kochi onegai. Okay, what's my plan of attack here? What do I get? What do I ask to get info? Always talk about Odyssey. 今日はまたえらい混沌な。毎日こない繁盛しとるんか？まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます ？He's still there. Why? そうだったんか。Why is he still just? そない必死になって同伴させるほど。Why? 景気悪そうには見えへんけど。I'm not even paying attention to the goddamn dialogue. 意地張ってるだけですわ。意地？Pride. 最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に勝たな全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。That's crazy. 何やそら。自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな。支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって
常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。Looks like they're real desperate to beat the grand here. Problem is, they're running out of steam. I'll bet they're killed for some fresh clients. Okay, what's my plan of attack here? I mean, you can ask about the hostess here. Okay. それにしても、この店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや？そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。40?ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。ほう、そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。 The churn. What's it called? ちゃいます。 Turnover. そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけど、そない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね。ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。Bingo! I like where this is heading. そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど。Oh, come on, darling. Don't be afraid. まあ、一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。うん、ほんなら人気が出んのも当然やな。あー、せやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今のなしにしてな。うちがそないなこと言ってたのが他の子にバレたら大変なことになってしまうから。Don't worry, beautiful. I won't say a word. 安心しいや。誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。Nice. Sounds like there's a good reason why she got a reputation for being the consummate hostess.She'll do just fine, even if with the high rollers. Excuse me, got a cough here. Am I still hanging around here? Oh, great. Now there's a guy here. 店の中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人は？ようこそ、オデッセイ。楽しまれてますか？これはこれは山形藩。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか？お目当てはのぞみやな。Yep. さすがはうちとためはる店の試合人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。No. それがあんたのやり方か？そないなことせんでも、のぞみに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしても、トップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは、のぞみやのうてあんたや、山形。私を？ あんた、今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほう、一体誰がそないなことを？俺が見たところ、この店、確かに繁盛しとるが、
客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら、客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか。いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。さらに言えば、今いる客層も決して良くはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてるんや。たまに若い客が来ても店の雰囲気に馴染めず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンはのぞみやけど、そののぞみがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃っとる。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の1番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけや。真島藩、あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、倉庫をし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。うん、これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいますわ。覚悟はええな。I mean, that's fair. 好きにせえや。さてっと、ええ酒飲ませてもろうた。お願状頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。Well, that's nice enough. 本当ですか？ああ、なんとか引き抜き成功や。いつもいつもどうやってそんな。ま、いろいろあんね。のぞみのシフトとか詳しいことは明日話すわ。わかりました。お疲れ様です。Yeah, so one hell of a day. Time to get some grub and pass the hell out. Maybe I'll hit up Sotobirushi tonight.Well, honestly, I think that's going to have to do it for this episode. I know it wasn't that exciting. There wasn't much things going on at all. I know it's been very story-oriented, this episode. I'm sorry if it just wasn't interesting. I mean, there was that fight with Mr. Shakedown, right? You enjoyed that, right? So, it was nice. Hope you enjoyed this nice story. I mean, it gave us a good insight on how Majap is behaving, at least before, you know, he actually is...the mad dog of Shinamo. So he's not the mad dog yet, but he will become the mad dog soon, hopefully. Who knows? But, you know, as always, I hope you guys enjoyed this episode, and I'll see you next time. And as always, be sure to like and fucking subscribe. Choice, you know, just fucking, I don't think I'm gonna say that anymore. No, I'm gonna keep on saying it. You guys still have a goal of trying to reach 100 subscribers, at least by the end of this year. I hope to see that goal happen. Nonetheless, hope you enjoyed. See you next time.
Bye.